豊田翔一郎氏はトヨタの創業者、豊田喜一郎氏の長男で、1952年にトヨタ自動車工業に取締役として入社しました。その後、1982年にトヨタ自動車の初代社長に就任し、海外生産を進めるなど、トヨタを世界有数の自動車メーカーへと発展させましした。た。自動車にによりりまますと、豊田氏はきょう午後4時48時分に心不全でで亡くな97歳した。97歳でした